ウィークリーティーチャー。アーティストがティーンのみんなの先生となって1週間登場するコーナーです。今週はエグザイルトライブの6男坊となる7人組グループ、バリスティックボーイズフロムエグザイルトライブから、奥田力也先生、貝沼隆生先生、日高隆太先生の3人が登場です。ちなみに仮面公式ツイッターのフォロー&リツイートで、このグループのサインももらえます。今日が最終日、先生お願いします。せーの。お疲れ面。バリスティックボーイズの奥田力也です。貝沼隆生です。日高隆太です。いや。今日も僕たちがリスナーのみんなの先生になって登場したいと思います。いやいや。早速、行くで。行きましょう。今日のテーマは、はい。ででん。10代はこれをやっておけ。っていうことです。これをやっておけね。いやね、いっぱいあるよ。うん。正直。やっぱ10代最高だから。そうね。確かに。でもさ、あれじゃん、力也。はい。あれ、竜星も二十歳やってるしね。力也。はいはいはい。まあ19。あれ力也さ、あれ明日じゃね。そうなんですよ。あれ明日誕生日。明日ね、もう10代終わりじゃん。バースデーです。おー、来ましたね。じゃあ今日がもう最後の10代で、今日がもうラストの10代。これじゃもう力也もういっちゃいな。確かに。でも、うん、まあ、僕ニューヨークにずっといたんで、それこそ中学校3年生から高校生ずっとニューヨークにいたので、はい、やっぱり中学生の子たちが修学旅行とかあるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりあと沖縄行ったりだとか、うん、いろんなところに行くと思うんですけど、うん、すごい自分も憧れてたんですよ、うん、なるほどね。まあ、ニューヨークでもちろん思い出もあったんですけど、うん、この日本の友達じゃないですけど、そっちはそっちで羨ましいなと思うもん。まあね、うん、ニューヨークだもん。でも、なんだろう、沖縄でさ、みんなでバナナボート乗ったりとか、うん、乗るかな、そんな。乗ってない。バナナボート中学旅行でみんな乗るくらい、なんか一斉にうわーみたいな。ないバナナボートに。バナナボートじゃない、中学校の修学旅行で。違うっけ。バナナボート。いや、わかんない、あるかもしれないけど、リキヤがそういうのやったら。俺とピンと来てないんだ。そういう写真いっぱい見たからさ。あ、マジ。なるほどね。超行きたいと思ったけど、うん、もう中学の3年生から残念ながらニューヨークの方に飛んでいってしまったので。残念ながらではないよ、決して。まあ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 ね、すごいことだから。あれでしょ、リキヤのがもし日本にいたら、そうだね、こういうのやってみたかったなってことです、うん、はい、それとはもうそういった行事ごと楽しめようってことですか。いや、もう間違いないと思う、一生に一回なんですよ、うん、行事は。いやね、流星は行ってたよね、それの日本で、うん、行った、修学旅行とか行った、行った行った、俺も行ったけど、やばいよね。逆にどこ、やばいよ、どこ行くの。俺はあのね、中学の時は関西、奈良、関西、奈良、一緒、奈良、京都、大阪。あ、一緒だ。中学はね、で、USJ 行ったりとか。あ、マジで、うん、え、それは行ってない。行ってないの、大阪。どこ、ガチで普通に京都とか奈良でもうなんか観光みたいな、はい、お寺の観光みたいな。あ、そう。でもめっちゃ面白かったよ、やっぱ。あ、でも逆に多分そういう大阪の人とか、あ、そうかも、関東の人とかは沖縄に行くのかもね。沖縄行ったりとか。あ、でも沖縄とか。あ、じゃあ違うってことか。違うよ、うん、多分違う。俺全員沖縄と思ったからさ。全員沖縄修学旅行で。全員すごいことになるだよ、多分。お、じゃあ沖縄どうするの。沖縄の人、沖縄の人はもう台湾とか。あ、全然日本じゃないじゃん。日本ではない。そう、修学旅行やから海外じゃん。いやー、でも10代、確かに。そういうことね。俺もなんか、これやっとけって言ったら、やっぱ本当に楽しめっていうことしかなんか言えないかも。うん、楽しんだ方がいいと思う。うん、そうね。なんか、自分、まあ僕は結構10代楽しんだので、そういう学生だったりとかしっかりと。うんうん、いや、それはでもやっぱり今でも、あれやっといてよかったなとか、うん、いやなんか文化祭、体育祭とかすげー楽しかったなってすげー覚えてるから。ね。ね、そういうの大事に、恥ずかしがらずいろいろとこうやってほしいよね。チャレンジしてね。もう、うん、やりすぎてもさ、怒られるだけですみたいな。常にね、20歳からってなんかもう本格的な大人じゃないけどさ、うん、本格的なね。じゃあ明日から本格的な大人っていう、そういうことか。そういうこと、気をつけないとね。俺もそんな本格的な力学園期待してます。ありがとうございます。それでは最後の読み、僕が行こうと思うんですけど、明日20歳になる力学園が最後、よろしくお願いします。最後に投げちゃって、はい。それでは10月23日にリリースするファーストシングル44 Raiders を聴いてください。以上、バリスティックボーイズでした。お疲れ面。